四日市市 VS 長崎市 VS 岡崎市 VS 柏市 VS 長野市 VS 町田市、三重県四日市が40万前後の都市に挑む動画をお送りしていきます。人口30万人台の四日市市が格上人口帯の都市相手にどこまで勝ち抜けるのかを検証していますが、ついに今回は町田市や柏市、長野市、岡崎市、前回共に勝ち抜いた長崎市との比較対戦となります。前回までの活躍を見ていない方は概要欄より確認してみてください。人口だけでは買えない様々な都市データをランダムに対戦させる、どんよい証拠の10連戦で実証していきます。1試合目、中間人口密度は町田市が高い、人口増加率は柏市が圧倒的、宿泊飲食業売上は長崎市の競り勝ち、実質交際比率は岡崎市、1万人当たりの位置数は長崎市の勝利、建築床面積は柏市が高い、柏市の勝利です。8点差の2位は町田市。人口増加率で圧倒の柏市が建築床面積を取って勝利、四日市市は宿泊飲食業などで惨敗も喫してしまい最下位でした。2試合目、財政力指数は四日市が高い、地方税は四日市の金差勝ち、小売点数は長崎市が高い、小売業年間商品販売額は町田市の競り勝ち、果樹市人口密度は町田市の勝利、製造品出荷額は四日市が高い、四日市市の競り勝ちです。わずか1点差の2位は岡崎市。財政力指数、地方税、製造品出荷額で圧勝した四日市が小売業販売額再開などを乗り越えて勝利しています。3試合目、サービス業売上は長崎市の競り勝ち、年商人口は岡崎市の競り勝ち、経常収支率は四日市、卸売業年間商品販売額は長野市の勝利、製造業現金給与総額は四日市の金差勝ち、金融保険業売上は長崎市、長野市の勝利です。5点差の2位は長崎市。卸売業販売額で圧勝の長野市が強い、金融保険業等の長崎市や経常収支率等の四日市を上回って勝利しています。第3試合終了時点の順位、1位は勝ち点10、2位は勝ち点7、3位は勝ち点4、4位は勝ち点2、5位は勝ち点1、6位は勝ち点0で計算していきます。四日市は超僅差で首位ながら、勝ち点もポイントも6都市の差がほとんどない序盤戦となっています。4試合目、インフラ業売上はデータ不足です。実質交際比率は岡崎市、飲食店数は長崎市が高い、卸売業従業員数は長野市が高い、年商人口比は岡崎市が高い、農業講師は長野市が強い、長野市の僅差勝ちです。わずか2点差の2位は岡崎市。農業講師や卸売業従業員数の長野市が競り勝つ展開です。四日市としてはインフラ業売上の未成立が効いた格好となってしまいました。5試合目、中間人口比は四日市の競り勝ち、人口密度は町田市の勝利、製造業アラフ価格は四日市の勝利、製造業従業者数は岡崎市の僅差勝ち、商業年間商品販売額は長野市が高い、運輸郵便業売上は四日市が高い、四日市市の快勝です。13点差の2位は長野市。昼夜人口比、製造業アラフ価格、運輸郵便業売上で四日市の快勝、人口密度の町田市は厳しい結果になってしまいました。第5試合終了時点の順位、長野市、四日市市、岡崎市が抜け出した形に、柏市、長崎市、町田市は挽回できるのでしょうか。6試合目、果樹地中間人口密度は町田市の勝利、製造業現金給与総額は四日市の僅差勝ち、教育学習支援業売上は町田市が高い、宿泊飲食業売上は長崎市の競り勝ち、地方税は四日市の僅差勝ち、複合サービス業売上はデータが足りません、町田市の勝利です。6点差の2位は四日市。果樹地昼間人口密度と教育学習支援業売上の町田市が勝利、地方税等の四日市が2位を確保しています。第6試合終了時点の順位、四日市市が首位浮上、長野市と岡崎市は追う展開に、町田市も4位に浮上しています。7試合目、製造品出荷額は四日市が高い、小売業従業員数は長崎市の競り勝ち、経常収支率は四日市、全産業売上は四日市が高い、年商人口比は岡崎市が高い、実質交際比率は岡崎市、四日市市の勝利です。5点差の2位は岡崎市。製造品出荷額と経常収支率などの四日市の勝利、届かなかったものの岡崎市の年商人口比の高さは見ものでした。第7試合終了時点の順位、四日市市が首位街道を走る、2位には岡崎市が浮上しています。8試合目、情報通信業売上は長野市が高い、製造業従業者数は岡崎市の僅差勝ち、
製造業荒深活躍は四日市の勝利。建設業売上は長野市が高い。小売業売り場面積は柏市が高い。財政力指数は四日市市が高い。四日市市が接戦を制しています。わずか1点差の2位は長野市。財政力指数と製造業荒深活躍という圧倒的な強みでまたも四日市市が勝利しています。第8試合終了時点の順位、独走体制の四日市市、2位には再び長野市が浮上、柏市は4位浮上。9試合目、課税対象所得は町屋市の競り勝ち。商業年間商品販売額は長野市が高い。加重地中間人口密は町屋市の勝利。製造業現金給与総額は四日市の僅差勝ち。商業従業員数は長野市の競り勝ち。人口密は町屋市の勝利。町屋市の競り勝ち。4点差の2位は柏市。課税対象所得で柏市の上を行った町屋市は人口密を系も強く勝利しています。第9試合終了時点の順位、長野市が首位、四日市市の勝ち点差を8に縮めています。町田市は再度4位に浮上。最終戦、農林漁業売上は長崎市の勝利。農業産出額は長野市の勝利。製造品出荷額は四日市市が高い。出張数は柏市の僅差勝ち。卸売業年間商品販売額は長野市の勝利。1万人当たりの刑法犯の少なさは長崎市。長野市が接戦を制しています。3点差の2位は長崎市。農業産出額と卸売販売額の長野市や刑法犯が極端に少ない長崎市に僅差勝ちしています。全10試合の最終結果が出ました。四日市市勝ち点54、長野市勝ち点54、岡崎市勝ち点44、町田市勝ち点32、柏市勝ち点30、長崎市勝ち点27。四日市市と長野市が勝ち点で並び、ポイントもわずか1差となるも優勝は四日市市。長野市は惜しくも2位、岡崎市はポイントでは1位だったもの3位止まりでした。2回1位と5回最下位という両極端な町田市は4位、4位が最多5回の柏市は5位に甘んじ、ポイントでは4位の長崎市が中途半端だったのが響いて6位でした。30万都市の四日市は今回も格上人口都市を打ち破る結果となったため、次回は2位の長野市とともに高松市、岐阜市、尼崎市、宮崎市といった強力な40万都市と対戦する予定となります。最後に登場都市のデータを一気に全紹介しつつこの動画を終えたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。ぜひとも高評価とチャンネル登録をお願いします。また動画の感想コメントやリクエストもお待ちしております。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。